警視制は警察法第62条に規定される日本の警察官の階級の1、警視庁の下、警視の上、警視制の階級小警視制の階級は警察法第62条に規定され、警察官の階級としては、警視総監、警視官、警視庁に次ぐ第4位、都道府県警察に所属する警察官であっても、警視制以上の階級にあるものは、 警察法第56条第1項の規定により身分が一般職国家公務員とされ警察法第55条第3項によりその任免は国家公安委員会が行う承認は選考により行われる国家公務員試験に合格し警察庁へ採用されたいわゆるキャリア組の警察官は採用後15年以降で順次承認するまた 国家公務員試験に合格し警察庁へ採用された、いわゆる、準キャリア組の警察官は、採用後25年以降で順次承認する。ノンキャリアは、最速で承認したとすれば50歳代であるが、その数は極めて少ない上、たとえ昇進したとしても多くの場合は、定年を間近に控えることになる。重大事件当時に、警視制の階級にあり、重要な役割を果たした人物、 および、その事件名と当時の役職。ありがとうございます。